わあ、すごい。ハイドロパールいい。僕の知ってる限りではあんまこの感じはないですね。だってずっぽり濡れてますよね今。はい。なんかいっぱい濡らしたくなります。ああ完璧だ。ああ完璧だ。めちゃめちゃいい。うん。うん。イメージ通りですね。ですね。ちょっと一回。はい。自分たちやってみてもいいですか。あ、それちょっと比べてみるのが一番わかりやすいですよね。はい。伊沢さんの例の。あれですね、はい、超ローバンス、はい、バンス2度か3度。いやこれ絶対もう無理って言ってます。無理って言ってます。もうボールびちゃびちゃ、はい、でさっきのこの濡れてるとこにちょっと今芝もびちゃびちゃ、はいはい、無理って言っております。じゃあ続いてはティーソール。はい、いいですね。おそらくですけれども、はい、まあ、これティーソールは設定自体がですね、はい、58と60しかないんですよ、はい、まあ難しいとされてるローバンス系なので、はい、人気からするとあまりないグラインドだと思うんですが、はい、まあ、ローバンス等の、はい、当チャンネルとしては、はい、頑張ってほしいんですが。なるほどですね、はい、わかりました。じゃあお願いいたします、はい、抜けないウェッジを抜かすのって結構難しい気がするんで、うん、あ、まあ、できないことないんですけど、うん、逆にじゃあその抜けの強いウェッジを乗せる方がまだ優しいですか。そうですね、はんはんはん、はい、なるほどなるほど。なので、まあ、そういった意味で、うん、やっぱこの僕がローバンスを押す理由としたら、うん、はい、あるんですけど、うん、手前止めれますもんね。そうですね。であとやっぱしっかりとスピンが入って一番こう飛ばさなくできるっていうグラインドだと思うんですよ。なるほどなるほどね、はい、飛ばさなくできるっていうね、はい、うんうんうん、っていうのが、うん、まあこういうセッティングのグリーンとかもそうですしウェッジを使うやっぱ意味だと思うんで、うん、はい、それがまあ何度もちょっと同じようなことになってしまいますけど、はい、ローバンスの僕がおすすめしたいとこですね、うん、ローバンスハイロフト、はい、はい、うん、ちなみにですね、はい、さっきのハイドロパールクロームに加えて、はいはい、エメリーブラスト仕上げ。すごいですね、横文字が。エメリーはですね、はい、表面をあえて粗めに仕上げて、はい、で、摩擦力を増している。あ、さっきのもハイドロパールに加えてエメリーも入ってるところですね、はい、エメリー感じますか。ザラッとしてるって言うんですけど、ザラまでは分かんないですけど、ただまあその乗ってく感じっていうのがやっぱその部分があるってことなんですかね。エミリーさんというかエミリーの効果がかもしれないですよね。一回ちょっとこのローバンスで濡らしてみてもいいですか、はい、あ、はい、もう やってみました、さっきのハイドロパール、はいはい、ローバンスの方が抜けやすいと思うんで。あ、さっきのそうかそうかそうか、はい、うん、ハイドロパールはそっちの方がなんかちょっと違いが分かりやすいかもしれないですね、はい、あー、これはすごい。これはあんま変わんなかったです。あー、そうですか。変わんなかったです。でも確かに高さ変わんないですね。これはハイドロ、ごめんなさい、全然覚えられないですけど、ハイドロパール、ハイドロパール、ハイドロパールクローム仕上げ、はい、これ何回も言わないとね、覚えられない。そうですよね。ハイドロパールクローム仕上げ、はい、訳していいですか。怒られちゃうんですよ。わあ、すごい。ハイドロパールいい。僕の知ってる限りではあんまこの感じはないですね。だってずっぽり濡れてますよね今。はい、なんかいっぱい濡らしたくなります。普段だったら濡らすの嫌なんですけど、異物がもう大嫌いな伊沢さんがずっぽり濡らして、はい、さすがにこれはちょっとポッコン系でしたけど、うん、でも結果いいっすね。このハイドロ系入るんですよね。濡らしたやつが。今のもちょっとこう、
乗ってない感じなんですけど、でも球がそこまでダーン強くいかないじゃないですか、うん、まあ、先ほどのダブルの時もお話ししましたけど、はい、ちょっとすごいかもしれないですねこれは。そうなんですよ。だいたいこういうホームページがカタゴリに書いてあることっていいこと書いてるじゃないですか、はい、でもそんなっていう感じだけど、これに関してはね結構感じれるっていうね。ちょっともうボールも濡らしましたもん、はい、フェースとボールもフェースもびちゃびちゃ、はい、いやすごい、まだ入ってる、入りますもんね、入るんだもんね。いや今のも濡れてない時の状況にやっぱ近い感じなんで、これはちょっと驚きですね。これなんかハイドロパールクローム仕上げしてほしいですよね。してほしいですね。これピンさん持ってたらやってくれるのかないやこれ早く聞きたかった。ちょっとあれでもやってもいいですか最初の。あ、いいですよ。ちょっと一回じゃあ戻す。ちょっといいですか、はいはい、時間戻しましょう。すいません。ハイドロパール。これ早く来たかったな。ああ、はい、そうかそうか。はい、ここまで僕もすいません。なんか効果があると全然元に思ってなかったのでごめんなさい。カタログ棒読みしてました。うん、変わんないですもんねやっぱりね。ああ本当だ。っていうかむしろちょっと乗り感強いやつはこれやった方が球が死んでくれていいんじゃないかみたいな確かに。あーすごい変わらないっす。いやーこれはなかなかなかったんじゃないですかね。これなんかちょっと毎回シダのやつでウェッジ濡らして打ちたいですね、はい、あこれからちょっとそれ加えましょうか。そうするとどれだけこのピンさんのそれが優れてるかとかっていうのは今度分かるか、うん、もしかしたらあんまり変わらないってことはあるかもしれないですけど、でも、はい、僕が今までやってきた感じでは間違いなく変わってます。変わってます。はい、ノーメッキ好きの伊沢さんらしからぬ。これ何なんですかね。すごいな。打感はどうなんですか。そんな大差はないんで。なるほど。楽しくなっちゃいましたねこれちょっと。ちょっとこれなんかびっくりですね。はあ、うん。めっちゃいいなこれは。これ出ちゃうぐらい戻っちゃうかも。イメージ通り。はい。いやースピン性能が半端ない。やっぱ乗り感が強いっすね。おーローバンスでも。はい、ピンすごいね。はい、ワイドソールでもしっかり抜けて、はい、ローバンスでもしっかり乗って、はい、だからもう本当普通だったら評価下がるところの部分が下がらないちゃんと全部なんかこうバランスが取れてるんですね。はい、あー完璧だ。あー完璧だ。あー完璧だ。めちゃめちゃいい。うん、うん、イメージ通りですね。ですね。これはなかなかこのウェッジ超えるのは難しいんじゃないですかね。そもそものポテンシャルがあって、うん、そこにやっぱりあのハイドロパールっていう、はい、強力な武器が持ってますからね。そうですね。これはこれはどうなんだろうな。ちょっと乗らなそうなラインだけど。あー乗ってくれるな。
今日買おうかな俺。いや本当に本当にいいと思います。でやっぱさっきの、はい、あの W で、はい、打ってた感じだとやっぱ乗らないっていうイメージがあるじゃないですか、うん、だから昔行った時とかもちょっとやっぱり行き過ぎちゃう感じでやっちゃうんです、うん、でも意外となってくれるから、うん、手前になっちゃうとか、うん、っていう部分での、まあ、僕が使うならっていうところでは、うん、まあ、実際の構えた時のイメージとの、まあ、ギャップがちょっとあっちゃうんで、ちょっとだから補正が効きすぎてるんですかね。そうですね、はい、新設設計が入っちゃってるもんね、はい、ピンサーの場合なので、まあ、そこすごいとこなんですけど、うん、まあ、僕の今までの経験が逆に邪魔してるというか。なるほどなるほど、はい、うんうんうん、やっぱ一番揃ってますもんね、玉が。はい、やっぱローバンスなんで。ローバンスですからね。はい、じゃあちょっとこれもいっちゃいますか。はい、ボール濡らしの方がいいってこと。ボール濡らしでお願いいたします。はい、だ本来ローバンスは、はい、多分これが一番嫌だと思うんですよ。なるほどね、ボールびちゃびちゃがね。はい、あのやっぱ抜ける要素があるんで、うん、じゃあローバンスが苦手とする状況をカバーできるかどうか。あー、さすがにちょっと抜けたけど、でも十分だと思います。で今ローバンスだと、はい、多少今みたいにこうやって抜けた感じっていうのは、うん、そもそも起こるクラブなんで、うんうんうん、あのああいうショットでこうギャップがあんまないんですよ。うん、なるほどなるほど。だから結果そういう感じでも距離感が合わせやすいっちゃ合わせやすいですよね、うんうん、でもあれでももうちょっと本来であれば、はい、ランが出てると思います。でしかもまあ意外とライがやっぱちょっとこう逆目なんで、うん、逆目でそのちょっと荒い感じの部分があるんで、うん、スピンはそんな入りづらいとこなんですよ、うん、本来だったらね。はい、うん、これちょっとでも後半本コースに出てラフとか、はい、バンカーとか、はい、楽しみですね。楽しみですね、うん。買おうもう俺。入ってくれてますよね。うん、はい。だから面白いのがなんか W の方が、はい、やっぱり逆にちょっと抜ける感じが、そうですよね、ありますけど、今、うん、L の方が L とか S ですよね。うん、よいしょ。いやでもなんか不思議なメーカーだな、このメーカーさんは。うん、僕もあんま打つ機会がなかったんであれですけど、うん、めちゃめちゃ揃ってますもんね。はい、今ビチャビチャですよね。今そうですね、はい、 T いいですね。やっぱ T。 はい。うん、やっぱもうこんだけ濡れても通常でも、うん、誤差ない感じで来られちゃったら、これは無敵ですね。これ無敵ですね、うん、やっぱ僕らプロとかやっぱそういうのがやっぱ変わるのはやっぱこう嫌がるというか、はい、でそこをなんとかこう、うん、まあしょうがないなって割り切ってやらなきゃいけない部分が結構あるんですけど、うん、それがすごい少ないんで、うん、これでもアイアンにもこれ採用されたらすごいと思いません？やってみたいですよね。頼んだらやってくれるのかな。
どうなんですかね、ちょっとその辺の詳しいで僕わかんないですけど、うん、でも元からそれがでもあれなんじゃないですか、ついてるんじゃないですか。ピンさんの製品だったらそうですよね。あ、いやもう最高です。最高、はい、わかりました。ちょっと一回、はい、自分たちやってみてもいいですか。あ、それちょっと比べてみるのが一番わかりやすいですよね。はい、伊沢さんの例のあれですね、はい、超ローバンス、はい、バンス2度か3度。いや、これ絶対もう、もう無理って言ってます。無理って言ってます、もう。ボールびちゃびちゃ。はい。で、さっきのこの濡れてるとこにちょっと今。芝もびちゃびちゃ。はい。はい、無理って言っております。そうですね。そうですね。そうですね。こうなるんですよね。あ、こんなに違うんですか。ああ、今同じ感じで打ってるんですけど、だからそれをまあ加味してもっと振ってって、はい、飛ばなくなる分を打つしかないんですよ。はあ、なんか改めてハイドロクロームのちょっとなんか凄さが今分かった。はい、こうなるんですよね。半分ですもんね、距離。だからすごいって言ってるじゃないですか。すごいね、ハイドロクローム。はい、こんなにすごいの。はい、なので例えばまあこの感じの僕の普段の、まあ、もうこっちも濡らしちゃいますけど、うん、こうあるとしたらある程度それを計算して、はい、計算して、計算して、計算して、はい、振っていかなきゃいけないです。これも届いてないですよ、ちょっとね。うん、難しいんですよ、こうやって距離感合わせていくの。濡れるだけでこんだけ変わってくるわけですよ、はい、普通だったら。はい。濡れるだけでこんだけ変わってくるわけですよ、はい、普通だったら。はい。っていうのが、さっきの、T ですか。あれだけ打って、うん、ならないじゃないですか。めっちゃ結果良かった。はい、うん、そういうことなんですよね。僕がちょっともう何も出なくなってるっていう、うん、いやもう本当なんか今日ずっとそんな感じですもんね。はい、わかります？もう前に前にってこう行くじゃないですか今の、はい、で傾斜でちょっと最後戻ってますけど、寄りづらいっすよね。だもう寄せてないともう落下角度つけるしかないんですよ。うん、止めようと思ったら、はい、この今のこのシビアな状態だと。こんだけ上げて止めるしかないわけですよね。っていう風なもう方式しかないですよね今。うん、はい、圧倒的に圧倒的に違う。はい、さすがにこんだけ今濡れてる感じの荒いとこは無理だと思うんですけど、かなりそれ厳しい状況ですね。厳しいですね。はい、ほぼディボットですよね。はい、この状況、はい、こっち側のこの、はい、感じというか、はい、うん、はい、下濡れてるんでボールも濡れてる感じで、これでどのくらいになるんだろうな。うん、まあちょっとやっぱり前に行きますけど、でもこう飛ばなくて手前みたいなないじゃないですか。そうですよね、さっきの伊沢さんのウェッジと比べると全然違いますよね。はい、しっかり距離出てますもんね。はい、だこれはさっき言ったこの幅が少ないっていうところなんですけど、うん、これスコアが確実に変わりますね。変わりますね。アンダーパーゴルフクラブ、このチャンネルではですね、
僕の得意としているウェッジを中心とした内容になっております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。